お待たせしました。まむちチャンネルです。さあ、新英検2級の攻略をやっていきたいと思いますね。はい、いよいよ新しい英検2級がね、始まるわけなんですけども、まあもう一応ね、SCBT では受けてる人たちもいるので、まあその人たちの情報も合わせながらちょっと喋っていきたいかなと思いますね。ぜひね、もう SCBT で、ね、2級受けた方ですね、感想だったりとかね、こうだったみたいなのね、書いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で、面接試験に関しては変わりませんので、同じ形式なので、面接の動画も出てますんで、こちら SCBT 受ける人は見ておいてください。では今回は一次試験の方ですね、筆記にだけフォーカスして喋っていきたいと思います。まあ特にリーディングそしてライティングが変わりますんで、そちらについて喋っていきたいかなと思います。リスニングとスピーキングに変更はありません。ではですね、まずやっぱりね、時間配分を考えないといけないです。出題形式、そして出題数が変わりますので、ここをちゃんと知っておかなきゃいけません。なんといってもリーディングとライティングが同じ時間内に行われるというのが、これが英検の特徴ですので、それぞれ分かれた時間があるわけではないので、リーディングを早く終わらすことができれば、その分ライティングに時間を使うことができる。ライティングを早く終わらせれば、その分リーディングに時間を使うことができるというのが特徴です。そしてなんといってもこのリーディングもライティングもスピーキングもリスニングも全部同じ配点ですので、なんでライティングは2問ですから、ね、2問だけでこっちのねリーディングの約30問ですよ。約30問と2問で同じ配点ですから、どう考えたってライティングが一番大事なんですよ。まずその時間配分ですね。これ2つ合わせて85分です。で、どのように計算するかなんですけど、まずそのリーディングの出題形式ですね。大問1の極補充っていうのが17問になります。まあよく言われるのは1問1分ペースで解きましょうねっていうので、まあ17分。あ、ここね、文法問題なくなりましたからね。で、大問2が文章中の空所補充が2セット。それぞれ3問ずつです。で、ここよく2分で解きましょうねって言われるので、6問で12分。そして、第3問 A が E メール問題で3問ついてます。で、これも1問2分で解きましょうねって言われるので、6で、第3問 B ですね。前の形式の第3問 C に当たるものが第3問 B として出てきます。で、これが5問。で、それぞれ2分だと計算すると10分ですね。ただし、第5問だけはですね、出題形式普通と違うので気をつけてください。この1問目は第1パラグラフ、2問目は第2パラグラフ、3問目は第3パラグラフ、4問目は第4パラグラフに答えのヒントがありますが、5問目だけはパラグラフをまたぐので、これだけ先に選択肢見とかなきゃいけないので、これ忘れないでくださいね。そう、どこのパラグラフに答えのヒントがあるかわかりません。というふうに計算するとですね、大問1で17分、大問2で12分、大問3で16分ですね。そうすると、合わせて45分になりますね。で、45分ってことは、ライティングに40分になります。で、ライティングに40分になるってことは、まあ、要約問題とエッセイライティングなわけなんですけど、その要約に15分、そしてエッセイに25分っていう、こういう計算になります。ただしですね、ただし、要約問題をやったことない人が、15分で解けるかといったら、それはかなり難しい。で、もう今までね、いろんな高校だったりとか、まあ、いろんなイベントでもうすでにこれ試してみてるんですよ。英検の出てるサンプル問題で、実際子供たちがどれぐらい時間かかるのかとかっていうのを見てきてるんですけど、15分で終わる人は本当に少ない。で、しかもまあ15分でちゃんと書けてる人もめちゃくちゃ少ない。なんでこれ、後でちゃんと要約問題のね、解き方説明しますけど、まあ、まず無理なんですよ。じゃあどうするのかって言ったら、単語入れる問題ですね。1分書けないでください。30秒ぐらいで、理想としてね、まあ、平均として平均30秒ぐらいでやるのが理想です。そうすることによって17分だったのがまあ約8分ぐらいになるというふうに想定しましょう。8分で解くことができれば9分プラスになるわけで、その9分で要約問題と英作文問題、理想としては要約20分とかで英作まあ25から30ぐらいでできると理想かなと思います。なんでそのリーディングの部分をなんとか45分じゃなくて30何分で終わらせてほしいっていう感じですね。まあこれが理想かなと思います。だからさっきの2分かかるって言ったところも、長文のね穴埋めだったり内容一致なんていうのも、もう大学入試の勉強してて一通り終わってるよとかいう人はもう全然2分とかかかんないんで、まあこれが理想かなと思います。で、それぞれ、リーディングの第1問目は、もうちゃんと意味を覚えておくことですね。単語と熟語の。まあ、普通に、まあ、大学入試まで勉強していけば解ける人がすごく多いところであります。で、わかんなかったらもう飛ばしていきましょうね。時間もったいないですから。まあ、特に熟語ね。まあ、単語帳は EX 出てるし、アプリだったら出た単がありますから、そちらで攻略してもらえればと思います。で、第問2の文章中の穴埋めは、これ必ず文脈で解いてくださいね。文法や語法では解けなくなってますから、必ず文脈使ってください。で、第問3のEメール問題は必ず第1段落、第2段落、第3段落へ答えのヒントがあるので簡単。そして最後の長文は先ほど言ったように4つの問題はそれぞれの段落に書いてあって、最後の問題だけ複数の段落にまたがるっていうものになってます。
はい、そしてではいよいよ要約問題ですね。はい、要約問題はまあ他の動画でも喋っていますけども、とにかくわからない人が多いんです。要約問題を解く場合にまあ3つの段落があって、1つ目の段落にトピックがあります。で、2つ目の段落、3つ目の段落に、まあ今のところアドバンテージです、デサドバンテージですね。長所短所が書かれてるっていう形式で出ている。まあもちろん変わる可能性もありますけど、なんでまあそれぞれのまずポイントを押さえます。それが内容点です。で、その内容点をそのまま書くんじゃなくて必ずつなげてください。ポイントとアドバンテージ、ディスアドバンテージっていうのを代名詞を使ったりしてね、ディスとかでちゃんとつながってるよ、この文とこの文つながってますよっていうのを示したりとか、アドバンテージがあってディスアドバンテージがあるよっていうのにつなぐときに however とかっていう風にね、でもねっていう風にほら逆説がありますとかっていう風にこうやってつながってるよっていうのを代名詞や接続副詞なんかを使って書くのがポイントです。これが構成というところの点数になります。で、さらにはそれをそのまま本文中に書いてある表現をそのまま使っちゃダメなんで、必ず言い換えてください。その言い換えることによって語彙や文法点が測られますからね。そう、別の表現にするっていうのが大事です。まあ、特にまとめるなんていうことができると一番理想的ですね。例えばほら犬、猫、鳥とかっていうのをまとめると動物っていうまとまりになりますね。そういうふうにこれまとめる単語、まとめるものを使うっていうのが大事です。で、文法はもちろんね、それだけじゃなくて、きちんと文法が間違ってないかっていうのが大事になるんで、だから見直しは絶対すべきですね。で、エッセイはまあ変わらないですので、まあいろいろな過去の動画も見てもらえればと思いますけど、ちゃんとトピックに対して、まず第一文で、こう思うとか、こうは思わない、賛成、反対っていうふうに書いてあって、で、二つ理由がありますって言って、で、一つ目の理由はこれですって言って、まあ、もう1、2文ですね。具体例とか入れたりして。で、二つ目の理由はこれですっていう風に書いて、こう、こう、こうですっていう、もうちょっと具体例書いてあって、で、コンクルージョンは一番最初に言ったことの言い換えを書けばそれで終わり。めちゃくちゃ簡単です、型。ちゃんと型を覚えていくっていうのが大事になります。これだけのことができない人がすごく多いですね。で、ポイントって言ってこうね、3つ書いてあるんですけど、別にそれを使う必要はありません。参考までになので、2級の場合はですね。まあ、アイデアの出し方に関しては、面接の動画でも同じことを話してますので、ぜひそちらも見てください。まあ、85から105ね、書けない人がすごく多いんだけどね、型を覚えていけば、本当にちょっとしかないですからね、書くとこね。で、最後、リスニングですけど、15問15問が出題されます。最初の15問が会話。後ろの15問が一人の人が喋ってるってやつですね。何かしらの誰かのストーリーみたいなのが多いですね。若干レクチャーみたいなのがあって、それが難しいって感じです。で、もうパターン決まってるんで、必ず過去問研究しといてください。そうすると、設問が書かれてないっていうのが英検の特徴ですけど、設問がなくったってわかります。もうこれが設問だろうな、こういう設問だろうなっていうのは推測できるので、実はもう聞きながら解くことできます。そう、もうあらかじめね、予測しておいてこういう問題が問われるんじゃないかなとかっていうのができます。で、選択肢には文頭がね、全部同じだったりするので、they, they, they とかね、to, to, to, to みたいなのが並んだりするんで、そこをちゃんとぶった切って、で、一生懸命先読みするっていうのを心がけてください。そうすると聞きながら、引っ掛けが必ず出てくるんで、聞きながら、あ、これ違う、これ違う、これ違うってやって、設問流れる前に答え出せます。まあ、直前の人はなかなか難しいかもしれないですけど、慣れると簡単です。もう、聞きながら答えが出せる。設問を聞かなくても答えが出せるっていう風になります。はい。という感じで、ちょっと駆け足でやってきましたけども、まあ、その他のね、いろんなパートの、まあ、詳しくはね、こちらのですね、直前1ヶ月で受かる英検2級のワークブックというものに書いてありますので、ぜひともね、やってみてください。ただね、やっぱこれだけではなくて、ちゃんと過去問やっておくこと大事なんですよ。ただ、要約がね、はい、過去問ないのでね、大変だと思いますけど、まあ、サンプル問題と、まあ、ここにも一つ入れましたけど、そういった問題を解いて、練習してみてください。あとは、ティープのライティングが似てるので、そちらも参考になるんじゃないかなと思いますね。要約はそれでやってみるといいと思います。はい、ぜひともね、受験される皆さん頑張ってください。そして、このチャンネルのね、高評価、チャンネル登録、ぜひ忘れずに、そしてね、合格しました、ダメだったでもいいので、はい、ぜひ受けた時の感想もコメント欄に書きに戻ってきてください。頑張ってね。